こんだけ電話して出ないんだから。もしもし？もしもし？あのさ、どちら様ですか、さっきから。さっきからじゃなくて、お前が申請 してきたんだろうがよ。和道だよ。もしもし？いやいや、あれでしょ、アンチでしょ、どうせ。いやいやいや、俺だから、和道だから。アンチでしょじゃなくて、お前がだって俺に LINE の申請してきたんでしょ？なんで俺がアンチなんだよ。意味わかんねえよ。だって、なりすますよ、多いです。何？今俺が喋ってんのが和道じゃないと思ってんの？いや、声は和道さんだけど、真似？真似だと思ってんの？いや、俺だよ、和道だよ。だって、お前が、お前、え？はい。お前が俺に申請送ってきたんじゃん、LINE の。お前が。申請を登録しただけだけど。だから登録した。和道さん？いや、俺だよ。俺だっつってんじゃん、さっきから。お前が俺に送ってきたの？ LINE の申請を。で、なんで俺がアンチなんだよ。いや、あやか。え、何？俺のこと、何アンチだと思ってたの？え、ワド、なんか多いから、なりすましが。ワドさん。いや、なりすましが多いって、お前がだから申請送ってんだから、俺しかいねえだろうが。ごめん。すいませんでした。俺、偽物だと思ってたよ、ずっと。いや、アンチだと思ってた。多いから、ツイッターとかさ、はいはいはい、あんなんで、なんか、なりすまし多いから。え、なんで今、ええ？あ、ごめんなさい。酔っ払ってんの？うん。お前、酒癖、ねえ、もともとそんな酒癖悪かったの？最近来ないと思ったら、なんか、クソ病んでるツイッターとか多いじゃん。いろいろあるんだ。あれだろ、悪い男に捕まったんだろ、どうせ。違う！そんなんじゃない、本当に。違うんだけど、いや、アル中になったの、お前。アル中じゃない、アル中だったら毎日飲むでしょ。だってお前もう明らかにアル中だったよ、放送見たけど。毎日飲まないもん私。じゃあ毎日なんかその、うん、思ったことがあってそれを忘れるのにさ、お酒の飲んだらちょっとは紛れる。だってお酒しかないでしょ、逃げるアイテムが。え、じゃあ相談に乗るよ。何があったの？なんで最近そんなやさぐれてんの？放送来なくなったら急に。前は楽しく放送見ててくれたら急に来なくなったじゃん。そしたらツイッターで。なんとおるんでしょ、今横。寝てる。ね、全部聞くから、俺。全部一から話してよ。うん。何があったの、あやか。なんでそんな酒に逃げてるの？いや、うん、なんだな、うん、だってさ、うん、いや、なんか好きなんだって。誰が好きなの？私がうん、人を好きになったの。おお、好きな人ができたんだ。うん。だけど、ダメ、その。うまくいかなかったの？その人と。うまくいくも何も喋ったこともなかったから。おお、好き、その人は喋ったこともなかったんだ。うん。おお。で？何さっきからチンチンチン。誰これ？なんで？でも、なんかそういうこと言ったらさ、うん、放送とかでね。あ、何？自爆の放送で好きな人がいるって言ったんだ。言ったら、うん、もうすごい攻撃されるの、いろんな人からね。リスナーさんに。なんだかんだ、リスナーとか、そのなんかファン、うん、その人のファンっていうリスナーにね。エビゾーだろ、それ。エビゾーだろ？はぁ、なんでエビゾーって人が出てくるの？エビゾーじゃないの。誰なの、それは。その好きな人は。もういいよ、それは。それはいいのね。オッケーオッケー。まあいいや。じゃあ続けて。ねえ、うん、攻撃されるし、でその人彼女おるしさ、うん、でそのなんかもうぐずぐずすっごいいろいろ言われるし、おうおう、
会ったこともないしさ、いけんと思って。でもずっと考えるの、その人のことは。その人のことが好きでしょうがないんだよ、今でも。いや、ずっと忘れとった。ずっと忘れとったんやけど、うん、忘れようとした、忘れようとして、うん、こう、なんていうの、あれしてたの。こういろんな努力したんだけど。ほうほうほう。そしたらもうお酒がないとやってられなくなって、アル中になっちゃったんだ。アル中ではないけどね。いや、アル中だよ。毎日飲んでないもん。お前、俺が放送見ないやで、俺。だって私、2日やめてたよ、今日。2日やめてた。昨日から、おとつい。わかるけど、おとついから飲んでない。お前、俺の放送を見なくなって、心配してて、ツイッターたまに見てたら、もうアル中発言ばっかりで、今日放送初めて見たのよ、お前の。もう完全に目座ってアル中だったよ、お前。完全にアル中だよ。アル中じゃない。いや、客観的に見て、絶対アル中だよ。うん。だって、アル中だったら毎日飲むでしょ。手震えるでしょ。私、手震えないもん。だけど、酒がないとやってられなくなってるでしょ。だから、初期のアル中なの。もうアル中になるの、これから。うん、そう。どうしたらいいの、じゃあ。いや、だから悩み相談を聞いてあげるよって言って、心配してたから、で、もう放送開いてたから、じゃあ聞くよっつって電話しようと思って、あやかかって LINE 送ったのよ。うん、どうしたんだろうと思って、うん。そしたらお前がアンチだ、アンチだって。お前は偽物だ、アンチ攻撃やめろとか言うから電話かけたのよ。いや、違うと、俺は和道だと、うん。アンチではないと。いや、ワドさん、でもワドさんの声だけど、でも真似しとるとかさ、あるじゃん。だってあの、誰、サメ島って人とかさ、ホープの真似したりとかある。わかったよ。おい、なんでわかったんだよ、おめえよ。おい、俺だよ。おのちゃんも。おい、おのちゃんも。あやか、俺だよ。なんでわかったんだよ。なんで俺がワドじゃねえってわかったんだよ。おい。やめて、その声嫌い。うなちゃんマンでしょ。あ、好きだな。あ、違うの、うん、だから、うん、まあ、そういう技術が高いアンチがおるから、それかなと思って。え、でも。うん。で、まあ、うん、いいよ、続けろよ。うん。いや、俺は和道だよ。うん、俺は和道だ、俺は和道だけど。うん、いや、でも、ちょっとトイレ行きたい。いいよ、おしっこもあるさ、うん。いいよ、トイレ行っておいで。じゃあ。まあ、あとで悩み相談聞くから。ちょっと、はい。もしもし。もしもし。ちょっと、まあ、順を追って話そうよ。順を追って。話したきゃ、うん。まずね。まず、順を追って話がしたいんだけど、俺は。うん、まず、お前もともとずっと俺の放送を見てくれてたじゃん。うん、初期の頃からずっと俺のことを応援してくれてたけど、3ヶ月前急に見なくなったでしょ、うん、俺の放送を、うん。で、そしたら。いろいろ言われたからね、それは。まあ、待って。順を追って話そう。うん、で、まあ見なくなったと、はい、俺。で、俺は心配してたの。はい、で、うん、俺はお前のツイッター、そのサブアカで知ってたから、たまに見て、そう、いいね押したりしたじゃん。うん、なんか悩みあんのかとか、うん。で、そしたら、なんか男に騙されたのかなって思ってたの、正直。なんかホストかなんかに。お金見ついて、うん、で、毎日酔っ払ってんだろうなとも心配してたけど、最近見に来てくれるようになったじゃん、また。いや、ずっと潜っとったけどね。うん。あ、ずっと俺の放送見てたんだ。で、何結局好き。そいつは見てた。酔っ払ったら見てた。おー。で、何結局、もともと酒癖、そんな感じだったの、もともとが。うん。最近そうなっちゃったんでしょ、うん。で、今も酔っ払ってるんでしょ、うん。何どれくらい酒飲んでんの、もうない、いいチコが。もうない。お前、いくつだっけ、今。27。27でいいチコ飲んでるの？いいチコがもうない。もういいチコ飲んでるやつ全員アル中だからね。いいチコは危険だから。何いいチコ、うん。なんでそんな酒に逃げるようになっちゃったの？お前、そんなやつじゃなかったの？だってアイテムがそれしかないじゃん、お酒しか。だから他何があるの？何現実逃避をするアイテムがお酒しかないってこと？覚醒剤ダメでしょ？ダメだよ。覚醒剤ダメ。うん。うん、絶対ダメだよ。男っつっても、男とさ、うん。おっても、結局その、なんか、好きな人、好きな人比べちゃう。好きな人のこと考えちゃうってこと？うん。だからエビゾン、この人だったらもっとこういうこと言うんかなとかさ。ああ、もう男でも紛れないんだ。うん、だけど、じゃあ何他なんかありますアイテム。ない。お酒しかない。完全に酒に逃げてるアル中女じゃん。
でも、アルチューじゃない。このまま行ったらアルチューになるよ。確実に。でしょ？だから、おじいちゃんがアルチューで死んだから、それはいけんと思って、お酒やめたいんだけど、で、二日我慢したの。二日お酒飲まなかったんだけど、今日、今日、今日また飲んじゃったの？なんか、放送見てたら、なんか、はぁとなって、思い出しちゃったの、その好きな人のこと。んで、飲んだ。でちょっと飲もうと思ったら、なんかもういいチコがないもん。あと、いいチコあと2センチ、2センチある、2センチ。いや、お前はっきり言うけど、このまま行ったらアル中になったら体壊すよ。ダメだね、それは。それはもう完璧に廃人になるよ、このまま行ったら。メンヘラのアル中クソババアになるよ。ダメだね。ダメだよ。やめた方がいいよ、もう、酒は。じゃあどうするんやめろ。なんか何したいん。もうエビゾーのことを忘れるしかないよ。ねえ、エビゾーってなんでエビゾーがエビゾーって人が出てくるの。だってお前エビゾー好きって言ってたじゃん前。あ、エビゾーさん好きなのはあれね、あの事件とかさ、ああいう配信するじゃん、あの人。事件簿、心霊とかね、過去の事件。幽霊、心霊とか。あれがすごい好きだから、その配信だけは見るけど、普段の配信は知らない、私。あ、そうなんだ。心霊と事件、あの、殺人事件とか、そういうのを見るだけ。海老蔵さん、私知らない。そんな、興味ない。一人暮らしだっけ、お前。うん。猫と亀といる。あ、亀ね。なんだっけ、亀の名前。やば、最初は、今、ゆっこ。ゆっこ。うん。岡田ゆき子。岡田ゆき子。え、なんで電話とか、本物だもんね。いや、だから、ごめんなさい。俺はだから、あれだよ。本当は、俺だよ、彩香。おい。騙されたな、おい。うなちゃんは、あんまりあれだから、あの、死んだおじいちゃんにそっくりだから、うなちゃんは。俺だよ、おい。いや、死んだおじいちゃんにそっくりなのよ。あ、そっか。悪かった、悪かった。ね。いや、なんで電話かけてきたのって、お前が俺に LINE 登録したでしょ、さっき。で、あの配信中に。わかるわかる。した。したでしょ？で、俺は、LINE 送ってくる時の条件っていうのが、ふわっちから来た誰々ですって、小手半投げてってお願いしてんの。だけど、お前投げなかったから、でも。なんか流れた。でしょ？で、名前が、あの、彩香だったから、知ってたから、お前、彩香かって送ったの、LINE で。そしたら、なんかいきなり、アンチやめてくださいって返信が返ってきたから、アンチって何の話？ってなったのよ。で、そしてもお前がアンチだ、アンチだ。お前はアンチだって言うから電話かけたの。いや、アンチじゃねえよって。アンチ。でもその声は本物だ、いや、本物だよ、俺だよ。録音できる、したら録音だったら会話できんか。いや、いいよ、別に。おかしいなぁ。もうどれくらい飲んでんの？いいチコ。いいチコ、5センチぐらい飲んだ。5センチ。わからん、覚え。5センチぐらい、半分の。半分あったけど、もうあと2センチぐらいしか残ってない。じゃあ、いちこの、何？いちこ何リッターのいちこ飲んでんの？ 720 って書いてる。ミリリットル？じゃあ、まあ結構飲んでるな。1時間ぐらいだろ？酒飲み始めて。ワドさんの放送。何時見てたかな、ワドさんの放送初め見てから飲んでたから何時間かわからん。2、3時間ぐらい。2時間ぐらいか。2、3時間飲んでんのか、ずっと。もう、ワドさんの放送、あ、もういけんと思って閉じて、で、やっぱ気になるの、また見て、で、閉じて、ずっとそれしてんの。いやでもよ、彩香よ、俺はよ、俺が思うに、
なんか響くけど脳に。お前がよ、おみが先に逃げても、うん、おみアル中になっちまうだけなんだよ。わかるか。だから。なんか脳にすごい響くけど声が何？いや俺の声だからだよおめえバカ。骸骨じゃねえ。ゆいがさんやめて。わかった。やめる。ゆいがさん怖い目が。ゆいがさん目が怖いよね。うん、怖い目が、うん。嫌いな配信者ばっかりじゃねえかよ。だ。え、嫌いじゃないよ、うん、うなちゃんマンって人も好きだけど、うん、死んだおじいちゃんにそっくりだから見ない、あんま見ないしだし、だってうなちゃんマン私居酒屋行きたくて電話したのに、うん、なんかすごい冷たくされて、うん、なんか、あ、この人なんか怖いと思って、で、死んだおじいちゃんそっくりだからもう見るよ見るよってやめて、ゆいがさん、ゆいがさんで私ね、挨拶するときに、ゆいがさんこんにちはって、うん、私、この間もしちゃったの、なんか技とかあってめっちゃ怒られて、この間。ワドさんこんにちはって打ってしまって、また。ゆいがさんに。本当、わざと、そう、わざとじゃないのに、お前これで何、あの、2回目かって言って、お前わざとやろってめっちゃ怒られて。2回もワドさんこんにちはってゆいがに言っちゃったの？まあ、それは怒るよね。勝手にこう開いたら最初わって文字を打ってしまって、ああでワードさんこんにちはって、おめえわざとやろって言ったら、そのそのリスナーの人もああこいつ絶対わざとやとか書かれて、ああで、あ、怖いと思って逃げて、ああだから見る配信者がいない。見る配信者がいないんだ。いない。でも配信もう見始めてどれくらいになるの？結構古いでしょ？だって、金梅の時、5年、6年前、金梅大好きで、昔。うんうん、金梅のこと好きで、うん、で、好き好き言ってたけど、なんか、この人本当の気違いだからやめた方がいいって、なんか、配信上で言われて、そこで傷ついてさ。え、なに、金梅に気違いって言われたの？あやか。うん、こいつは本当に危ない人だから関わらん方がいいって言って、配信上でなんか、ミラーされてさ、ミラー配信っていうの。え、何？お前配信者なの？もともと昔から。違う、金梅のセブンイレブンの時に、セブンイレブンあったでしょ？うん。あれ見て、あ、この人、すごい面白いし、なんか、いいなと思って、で、私も配信して、そしたら配信したこと私言ってなかったのに、金梅に。なんでか知らんけど、ミラー配信されて、こいつは本当に危なくて、気違いだから、ちょっと俺、関わりたくないです。だって、それまで私に結婚しようとか言ってたのよ。あ、なんか結婚しようねとか言ってたくせに、私の配信見て、なんか何思ったか知らんけど、急にこいつ気違いだからちょっと俺になんか逃げるわとかさ、押し入れに隠れるわとかさ、すごい言われて、で他のミミンガとかさ、あの辺とはさ会ってるくせに、私が会いたいっつっても、いや、なんか気違いがなんだかんだ言って殺されるとか言ってさ、配信で殺したりなんかせんのに。金梅さんに気違いって言われるってすごいな、うん、キングオブ気違いなのにな。だからおかしいじゃん、それ。私、気違いのこと何も言ってないの。え、何、気違いなの？あやか。あやか、障害者手帳とか持ってんの？持ってないのにも。普通の人間。普通の人間なんだ。で、今、アル中メンヘラクソババアになってんだ。アル中ではないけどね。いや、でも手震えないし。手震えないとかじゃなくて、もうアルコール依存症にはなってるよ。絶対。いや、手が震えるからじゃないの。それ末期症状なのね。で、心理的にアルコールがないとダメになってるでしょ、あやか、今。うん、ダメ。ダメと。ってことはもう、アル中なんだよ、今。今、現時点で。で、これが。私、アル中なの？今、アル中だよ。おじいちゃんと一緒だが。うん。で、お母さんとかにも言われなかった？あんたもうお酒やめ。いや、お母さんもアル中なんや。お母さんもおかしいから、ちょっと。うん。家族全員アル中じゃん。まあ。アル中ほどじゃないけど、うん、お酒飲んだらいつも病院か警察におる、うちの親はな、うん、お母さん 100% アル中だね、お母さん。アル中か、みんなアル中かじゃ、ダメじゃん、もう。もうダメだよ、うん、すごいね、血ってすごいね、血は。血はすごいね、血。何の話してんの？血統書？血統書じゃなくて、血統？血？うん、遺伝子ね。遺伝子。DNA すごいよ。
いや、だけど、お酒は何？好きで飲んでるわけじゃないでしょ？もうやさぐれたくて飲んでるんでしょ？そうそうそう。だって、それしかアイテムがないじゃん。お前、覚醒剤ダメだし。アイテムってなんだよ。なんなのそのアイテム推し。別にアイテム以外の言葉もあるけど、お前やたらなんなのそのお酒はアイテムがそれしかないって。お前ポケモンマスターになりたいの？なんなの？キングオブマスター？ポケモンマスターになりたいの？なんなのアイテムってその。アイテム、アイテムでしょ、お酒。あれ、うん、あの、アイ、な、他なんて言えばいいの？わかんないけど、そっちの方言で流行ってんの？みんなアイテムっていうの、お酒のこと。言わない。言わない。私だけかな。でもそんな仕事成り立たねえだろ。働いてんだろ？今、無職。何お酒、男に振られて、アル中になって今、無職になってんの？うん。振られてて、まあ、クビになって、フィリピン人と喧嘩して、クビになった。待って、その話広げていい？うん。何？フィリピン人とどう喧嘩したの？ちょっと、それ、教えて。フィリピン人とは、フィリピン人だけじゃない。前、だから、その、ショーパブのウェイターしてたんだけど。はいはいはい、言ってたね。ショーパブのウェイターやってるって言ってたね。なんでし、あ、言ってた。言ってた。放送でコメントで言ってた。ほんで、喧嘩、何だったっけ、あの時。私が酔っ払った時に、なんでそんな、なんか肌が黒いねって言っちゃって。フィリピン人に？うん、女の子、男の子？日焼けしてん、日焼けマシン？日焼けマシン使ってるのって言って、そしたらバカにしてるのかって怒られて、一回喧嘩したのと。男、女、相手は？女。女のフィリピン人の女の子になんで日焼けそんなしてんのって日焼けマシン使ってるんって言ったの酔っ払って、うん、ほうほうほう、うん、それでクビになったの。いや、それと、いや、何回も喧嘩してんの。あと何喧嘩したっけ。フィリピン人ってこうお金目的で日本人とこう結婚したりするよねって、うん、フィリピン人に言ってない。その時日本人に言ってたらそれを聞いたらしくって、なんか殴られてさで、私は奥歯のさ、とこ今銀歯なの、歯がかけて。やべ、こいつ面白い。なんだこいつ、逸材だな。お前はいいな、やっぱ和道リスナーだわ、やっぱ。もう、キチガヨンだな。奥歯がかけて、それで。で、銀歯なんだ、今。今、銀歯。だから、また白いやつせんといけないんだけど、歯医者って怖いから、もうちょっと置いとこうと思って。ほんで、ほんで、あと何したかな、喧嘩。あと何した。ほんで、あと、あ、これ、な、何したっけ。まあ、もう、じゃよくなんか私、喧嘩、なんかこう、酔っ払ったら言っちゃってよく殴られるのよ。あ、そうなんだ。そう、よくな、殴られるのよ。え、何その好きな人っていうのはいつぐらい、どんな人なの？そのいつぐらいから好きになったの？ちょっとトイレおしっこ行きたいんだけど。あ、いいよいいよ、行ってらっしゃい。おトイレ行ってらっしゃい。やべえなぁ。なんで俺のリスナーこんな香ばしいやつばっかりなんだよ。すげえなぁ。金梅さんにキチガイって言われるってなかなかだからね。日本のキチガイの中でトップに君臨してる人にこいつはキチガイだからって言われるんだよ。いや、もう酒煽ってるんでしょ。これアル中だと思わない？みんな。みんなどう思う？俺もう完全に目が座ってて完全に末期のアル中だと思うの。で、こんな子じゃなかったんだよ。俺のリスナーだった時はこんな子じゃなかったの。最近表現してツイッターが闇まくってるの。なんか。さっきふわっちで配信やってて初めて顔見たの俺。いや、アル中だよねこれ。完全にアル中だよね。やば。いや、美味しい酒じゃないでしょもうこれ。酒に逃げてるでしょ。うん。もしもし。もしもし。うん。うん。え、何それは、うん、その男とはどこで出会ったの？男ってどの男？いや、だからその前の男。いや、違う、その好きな男がいるんでしょ。好きな人。そう、配信だって。だから、配信ちょっと待ってね。うん。ますか？え、聞こえるよ。うん、配信、まあ私ただのリスナーだった。はい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 。じゃあ配信者に惚れちゃったってこと？
そう、ほんで、その配信者のこと好きって言ったら、金杯の時はさ、頑張れ頑張れとか言われとったのに、あれ、お金どっか落ちた。ほんで、その配信者好きって言ったらさ、すっごい攻撃されるしさ、DM も、コメント、その配信の、配信にコメントしただけでさ、DM がさ、どんな3件ぐらいかな。どんな DM? 1日に3件。毎日アンチから DM 来るの？知らないよ。知らない。どんな内容の DM 来んのよ。あの人やめといた方がいいですとか、詐欺師ですから気をつけろとか。あと何言われたっけ。なんかあの、風俗場に落ちるぞとか、なんかすごいいろいろ言われたの。ちょっと待って、それ俺じゃないの。そのさ、配信見てて、うん、詐欺師だの、なんだのっていうの、俺のことなの？うん。お前、俺のことが好きで先に溺れてんの。そう。なんで笑うの？あ、腹痛い。腹痛い、ほんとに。なんで笑うわけ？なに、俺のどこがそんなに好きだったの？お前、酒買いに行ってるだろ。コーラ。コーラお酒と、あ、お酒じゃない。顔と、体と、顔と体と、頭いいしさ、なんか好きなんだ。好きなの？あ、そうなんだ。でも、ノンタンにもさ、なんか脊髄の骨、なんだったっけ、なんか脊髄刺すぞとかさ。爪楊枝で、彩香の脊髄を刺す。彩香は殺す。爪楊枝で脊髄を刺して殺すっていう。そう、脊髄でしょ。で、別にノンタンに言われるはいいよ、別に。私、だってノンタンね、ワードさんの彼女だから、もうそれは別に仕方ないと思う、私が悪いけど、あのゴリ、メスゴリラいるでしょ、豚ゴリラ。あの、キチガイの妹とかお姉ちゃん。え、誰それ。あの声がしゃ、声がしゃがれたあの人なんかおるやん。のぞみね。声がそう、あれにさ攻撃された時、あれすごいムカついて、その人のさリスナーにもさ DM 来て、お前調子乗んなとか、売名の風俗のクソ野郎とか、なんかいろいろめっちゃ来て、で、私、その風俗とかよう働けませんしさ、あなた何の関係があるんですって言ったら、ノンタンは傷つけるなとか言うから、何なのこの人と思って。で、他にもその自分の、そのニコ生の、エレーナ、ニコ生のさ、リスナーにも、お前をな見損なっただとか、なんであんなバドがええんなとか。あ、お前じゃず、何？俺のことずっと好きだったんだ、本当に。うん、ずっと好きで、でも、ノンタンがおるから、我慢してたんだ。まあ、リスナーとして、しようと思って。で、私、ノンタンみたいにお金持ってないから、何ちょっとでも、アイテム、言ってたでしょ、ワドさんが、あの、給料の、なんだ、1分の1、1分の1じゃなくて、なんとか分の1。課金じゃのってアイテムくれたらいいから。だから、それ20万ぐらい給料あったから、2000円ぐらい。まあ、2000円からと思って。毎月2000円はどこだけ？ちょこちょこ。2500円ぐらい。結局2000円にしようと思っても、まあ、3000円ぐらい、2500円ぐらいって言ったの。で、2500円ぐらい。払って、それしてたらちょうどそのアイテム投げようのなんかだリスナーが見とって、またそれに対しても怒られて、好きってすごいいいことでしょ、好きっていう感情は。なのに、好きなだけでなんでこんな責められんといけんのと思って。でも結局私が好きでもまあノンタンおるし、なんか年上しか無理って言ってたから、まあまあ、しかも私岡山だしさ、あんま言うなよ、放送中だから特定されるからね、お金も持ってないからもう逃げようというか隠れて見とこうと思ったけど、あ、それでロムってたんだ。
そう、ずっとロモチじっと見てたの、いつも。うん。じゃあ、俺でオナニー何回ぐらいしたことあんの？わかんない。毎日私するかわからない、それは。何？毎日？記憶がない。もう毎日俺でオーナーペットにして、お前オナニーしてたの？さあ、あの、なんていうの、AV 見てするよ。AV 見てするけど、行くときはさ、ワードさんのこと、思ってたけど、でもまあ、気持ち悪いからちょっとやめよう。え、全然気持ち悪くないよ。え、どうだったの？その、俺をオナペットにする感じは。もう、やった後、こう、なんか、ああ、ダメだなと思ってた。あ、罪悪感。なんか、もう、私最低だなって。最低だし、私何しようんだろうと思う。毎日毎日じゃあ、俺をオーナーペットにして罪悪感を感じてたんだ。だし、その、ホストクラブ、その、行ってさ、ワドさんのこと忘れようと思って。だからそう、俺はだからホストに騙されたと思ってたわ、ずっと。あ、なに、俺のことを忘れるために。全員ワドさんのこと知ってるよ。あ、そうなんだ。いつも私、ワドさんの法則を広げながら、こいつがなーって。こいつのせいで私こうなったんよっていつも言ってたから。お前何？俺のことを忘れるためにホストクラブに行って、ホストに放送見ながら、俺は、私はこいつのせいでこんな人生になったんだって言ってんの。くそ面白い、こいつ。うん、言ってた。それで、アル中になって、フィリピン人をディスって、フィリピン人にぶん殴られて、奥歯が銀歯になって、で、無職になったところまで落ちたの、今。そう。やべえやつだな、本当に。すごいよね。すごいね。え、何？いつぐらいその好きになったの？いつから好きになったの？だから配信見始めたのが、今何月か、6月、5月か。もう6月になるね。彼、前の、その、婚約者と別れて、2ヶ月ぐらいから。あ、そうなんだ。婚約者と別れたところで俺の放送を見つけたんだ。婚約者がいたんだけど。そう、それまでまず、ふわっちとか知らなかったからね。はいはい。で、同棲しとったけど、婚約解消しちゃって、あ、一人で寂しいな思って、こう、ニコ生見よったけど、ニコ生思んねえな、って言ったら、キャスとか知って、そこで。で、あ、じゃ、ふわっち見てみようって。そしたら、ワードっていうのがポンとおって、で、なんなんだろう、この人思って。見よったら、あ、なんか、知識が豊富だな、と思って。で、見てて、で、なんか好きになってた。気づいたら、いつ、何ヶ月ぐらい経ったら好きになってたの？1週間ぐらいかな。え、もう、だって婚約者に婚約破棄されて2ヶ月しか経ってないでしょ？ 2 週間後には、和道に恋をしてたの？うん。あ、そうなんだ。あ、こんななんか、私、今まで日本人と付き合って、私一人しかいないから日本人な。全か、他あと全部外国人だったから、で、あ、こんな面白い日本人おるんだと思って。続けて続けて。え、何人と付き合ってたの今まで。何人ぐらいとお付き合いして何人だったの？ちゃんとしたお付き合いは、韓国、中国、フランス、アメリカ。英語喋れんの？喋れない。みんな日本にいる人、日本語学校の人とか、もうこっちに住んで長い人とか。どこで出会うの、外人と？日本語学校で私、事務員しよったから、その当時ね。真面目だったな。はい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 。で、あと、ベクトルっていう、その、ベクトル、わからんかな、中国料理、中国料理じゃない、中古のさ、いろんなもの売ってるところ。フランス人はそこで出会ったの。ほう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 。そうなんだ。あと時計屋とか、そんな感じ。え、もう酒飲み。あ、こんな。いいよいいよ、はい、いいよいいよ。ね、こんな面白い日本人っておるんだと思って。で、なんかずっと見よったら気づいた。1週間で、2週間じゃなくて1週間ぐらいで好きになってたな、なんかな。あ、じゃあお前、俺のことずっと好きだったんだ。そう、だから、パーカーもらった時も。パーカーもらったんじゃねえよ。お前買ったんだよ。パーカーもらったんじゃなくて、お前がショッピングサイトで買ったんだよ。もらったんだよ。そう、お金払って。お金払って買ったんだよ。買ったんだけど。で、そしたら、あ、パーカーが手に入ったと思ったら、その、あ、だから前の婚約者の服とか全部置いてたんだけど、私。それも、
パーカー届いて、その日に全部捨てたし、うん、男ので、服をパ全部ーカー、捨てて。そう、で、パーカー着て寝てさ、うん。うん。でも会ったことないしさ、で、香水とか、ワドさん使わんかなと思って。でも香水使っとったらさ、その香水買ったらワドさんの気分になるじゃん。ワドさんの気分っていうか、一緒におああ、る一気緒分にいになる。るじゃん。おだけど香水何使ってるんで、そんなのなんか聞きにくいなと思って。で、なんか、香水つけそうないなと思って。お。そのワドさんのパーカー着て寝てたりしてたけど、あ、でもこうやって着とる女の子多分何人もおるんかなと思って。なんで、でき、ステッカーもあるんだけど、冷蔵庫に貼れなくて、なんかもったいないじゃん。なんか貼ったら終了だから、ずっと引き出しの中に入れとる。そうか。なんか悪いことしたな。なんか、どうしたらいい悪くんだない。ろ私が勝手に好きになっただけなの。う。どれくらい好きなの？ちょっと、その気持ちが知りたいわ、なんつうの、好きって言ってもさ、ぶっちゃけ人間惚れっぽいから、すぐね、次の人が見つかるわけじゃん。どれくらい好きなの？俺のこと。わかんない。でも、まあこうやって配信者のことすぐ好きになったから、他の配信者も好きになるだろうと思っていろんな配信者見たけど、なんか全部微妙でさ。誰見たの？ちなみに、微妙って言ってたけど。エビゾウ、ユイが、あと誰がおるかな、なんかフワッチ、パルパル、なんかその辺。クズばっで、かりキだンな。バイはもう好きじゃなかったから、もうその頃はね。もう興味全くなかったけん。で、一人ね、ワドさんにそっくりな人がいて、現実の、ホストでね、いたの。で、指名して、話しようって、そいつがすごいクズだったよ。なんかお金貸してって言われて。でか、ワドさんとこんなこと言うのかなとか、結局ワドさんだったらとかいろいろ考えてしまって。だからダメだと。本当に言ってたのは鼻の形とか、喋り口調とかに言ってたけど。俺そっくりなホストがいたんだ。で、指名していくらぐいらい使ってた。たの？いくいら貢や、いだ？全然使ってない。新規で行っただけだから、50円とかだったんだけど、50円で安もあれ、新規でね。そしたら、そういう連絡取れたら、あや、ちょっと悪いんじゃけどって、3万円貸してくれんって言われて、なんかそれ聞いた瞬間、冷めたな。冷めたっていうか、なんか、なんで3万円いるの言うたら、なんか、なんつってたの、なんかボートレースがなんだかんだって、なんか、ブツブツ言ってて、ギャンブル？ギャンブルじゃない？何ボート？競艇があるからね、近くにね。いや、ギャンブルでしょ、ボー競ト艇。レース。いや、ギ競ャンブル艇ギャか。ンブルでしょ。ボートレースにお金が必要だから3万円貸してって言われたの。で、家の近くじゃったけん、今から3万持ってきてくれん言われて、でも、いや、ワドさんってこんなん言うんかなとか、結局ワドさんだったらとか、ワドさんだったらってずっと考えて。で、その人、ワドさんってさ、国のこと詳しいじゃん。北朝鮮とか、そういう、韓国とか。でも、北朝鮮がどこにあるかその人知らんでさ。なんも知らんなんや。アメリカは分かってたけど、北朝鮮って、どこだったっけ？みた地い図出して、北朝鮮ちょっと指さしてって言ったの。な。そう、Google マップ開いて、いや、ここじゃん、っつったら、こんなところあったっけ？こんなに近い国なん？言うて。この人バカかと思って、ワドさんだったら絶対知っとるのにな、と思って。お前面白えな、ほんとに。やべえな、綾香めっちゃ面白えな。だから、これ違うわ、と思って。でもさ、その逆転の発想で、要はお前は酒を飲んで俺のこと忘れようとしてるんだよね、今。そうだよそうね。なん、それも言われたよ。だから、忘れようとしとって結局こうやって酒飲んだら、ぐずぐず、だから他のさ、ホストとかワドさんを知らんから、このワドかなんか知らんけどって、結局こいつの話ばっかりやんって怒られて。
え、何ホストに怒られたの？和道の話ばっかりで。怒られた。いつも和道っていうやつの話だって。誰なんそいつ言って。いや、おるんよ、そういう人がさ。その和道っていう話も聞き飽きたわって怒られて。で、私いつもその酔っ払っとってちょうど飲んどるときに、私、まあ30分に1回ぐらいふわっちチェックするわけよ。通知はもうオフにしてるから、和道さんの。なんで通知オフにすればいいじゃん。通知来たらやむから。やむから、でも30分に1回放送チェックしてるんでしょ、うん、それ通知と一緒じゃん。だったら通知入れればいいじゃん。まあね、うん、なんだけど、うん、まあ、通知オフにしとって30分に1回ぐらい見よって。で、ワード、ちょうどそのタイミングよくワードさんが放送してた。あんたらちょ、これ、ワードさんの放送見なさいよって、勉強しなさいって言ったら、うん、またこいつの話か言って。ほうほうほう、なんか怒られてさ。もうだから好きでいればいいじゃん。好きなもんは好きで。で、嫌いになるまで待てばいいじゃん。それ言われたよ。もうシンプルに考えないよって、なんか、なんでそんなこう複雑に考えるんって言われたけど。うん、複雑いろいろ考えるでしょ、そりゃ。どういうこと考えるの？例えば妄想、じゃあ今からもう理想の自分みたいな妄想を展開してよ。ちょっと、どうなりたいとか、うん。一番理想は、それ配信でも言ったんだけど、うん、あの、リア突で、うん、あの、全国旅するって言ってたじゃん。で、岡山来て、で、私と意気投合して、で、両思いになって、和道さんが、俺も決意したと岡山住むって言って、こっちに住むって言って。ほんで、一緒に暮らすの。そう、そういう妄想は用意しよった一人寝る前に俺が旅配信じゃあのんちゃんのその旅出ないでっていう予感はまさに的中してたんだ。じゃあのんちゃんの悪い妄想と、うん、彩香の自分の最高の妄想っていうのは女の勘でそのバチバチしてたのは、うん、あれ正しかったんだ。俺は気づかなかったけど、うんうん、あれはじゃあのんちゃんが正解だったんだ女の勘でこいつは嫌いだって、こいつは絶対和道さんに惚れてるっていうのは本当だったんだ。うん。だから、いや、そんなことないよって、配信者と好き、うん、配信者として好きだよってずっとコメントしてたけど、全部嘘、うん。全部嘘なんだ。本当はもう好きで好きでしょうがなくて、うん、毎日オナニーして、毎日後悔してたんだ。うん、私最低だわ。でも、のんたんにそんな言えれんから殺されるからね。うん。つまようじでね、刺されるからね。まあ、いい思いせんと思ってずっと我慢しとったけど。おあ、そうだったんだ。なんか、申し訳ないな、なんかな。なんか申し訳なくない。私が勝手に好きになっただけだ。どうしたらいいんだろうね。どうもできない。だからお酒飲んどんじゃん。でも、このままだと、アル中になって、ボロボロの人生になるよ、あやか。だからもう飲まない。もうやめよう、お酒。電話できたから、幸せだからいい。うん。いや、まあいいけど、全然。うん。うん。いや、あやか普通に美人だよ。普通に可愛いよ。でも20、若いのもダメなんでしょ。年下ダメなんでしょ。うん。あやかの写真、キャプってもいい？あやかの写真。ん？インスタグラムかなんかのあやかの、あの、漏れてるやつ、ちょっとキャプっていい？うん。うん。いい？オッケー？うん。オッケー。ちょっと、なんか可愛いの引っ張ってくるわ。インスタグラム。ちょっとリスナーさんが顔想像できないと思うから。うん、ちょっと待ってね。ちょっと待って。インスタグラム。あ、そうだったんだ。ごめんね、全然気づかなかったくて。いや、だって気づいて、しょうがない。勝手に私が好きになっただけだな。ずっと苦しんでたんでしょ、それで。苦しんでたのよ。もうさ、いろいろあった。実家がさ、火事になってさ、亡くなったりさ。え、実家亡くなっちゃったの？え？うん？え、何？え、待って、煙が出るんだけど。いや、実家がね、火事になってね。うん。もう家新しいの建ったけど、実家が燃えて、うん、写真も全部なくなったり、親が酒飲んでさ、警察呼ばれてさ、私、一人っ子だから警察行かんといけんじゃん。うん、で警察行ったりで、いろいろ荒んでたんだよ。うん、で、その時に、うん、婚約破棄で、韓国私いたんだけど、韓国にね。うん、あ、韓国人と婚約してたんだ。
そう、で、韓国で住んでたんだけど、うん、だけど、もう韓国人にもいじめられるしさ、うん、私がチョンとか言っちゃったから、まあ、それ私が悪いんだけど、お前、なんでその外人さんに喧嘩売る癖があるの？なんですぐ。いや、酔っ払っ、うん、いや、だって歴史の話になったらしょうがないじゃん、いろいろあるじゃん、うん、こっちの言い分も。うん、で、もう喧嘩になったし。うん、なんかしかもキリスト教だしさ、親が。で、私仏教だから。で、なんか家帰ったら玄関に大きい十字架があって、それ見て引いてさ。で、その引いた顔、私の引いた顔見てなんか、この子は、この家に、この家に入れるわけにいかないみたいな。この家で戸籍、籍に入れるわけいかないとか言うて。いや、いろいろあったんで、そのいろいろあった時にちょうどワードさん見つけたから。ああ、なるほど、なるほど。うん、なんかすごい癒しだったのよ。うん、ほうほうほう、日本語喋れるしさ、うん、ずっと日本語喋れんわけじゃん、うん、韓国おったら。そうだね。うん、闇が深いね。ちょっと、そうなの。ちょっと待って、ね、ちょっと待ってて。ちょっと待ってね、うん。はい。どうした？怖い怖い。どうした？ああ、ごめん、戻ったわ。うん。うん。なるほどね。うん、なるほど。そうか。どうすればいいの？全部消したのよ、ワドさん。YouTube ももう登録削除。登録解除して、で、最初パーカーとシールも全部段ボールに入れて、玄関に置いて、玄関の下駄箱、靴箱、あれ入れて、全部封印したわけよ。とりあえずそのワードっていうその生活をなくそうと思って、ワードっていうその接点をなくそうと思って。で、私、赤が好きだから、で、ワードさんも赤と黒好きって聞いたとか、赤のもの全部なくそうと思って、財布も変えて、ピンクにして、赤見たら、ワードさん思い出すから、私、だから今、家の中赤がないもん、でちょっと冷蔵庫は黒だから、ちょっとそれはどうしようもできないけど。冷蔵庫買い替えるわけいかんからな。おテレビも黒だけど、まあテレビも冷蔵庫買い替えるわけいかないから。冷蔵庫見るたびに俺のことを思い出すんだ。黒だからね。黒と赤好きって聞いてたから。だけど、それはちょっと変えるのは、それはちょっと、いや、それは無理だと思って。で、赤はとりあえず財布なくして、携帯のケースも、なんか、わからんな、キンキラしたやつに変えて、赤色なくして、うん、PSP は赤だけど、まあ、それ PSP 使わないから、クローゼットに戻して、とりあえず赤をなくしたわけ。はい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 。おぉ。いろいろ努力したんで、こっちも。そうだよね。なんか、うん、若い女の子をなんかこう、罪深いやつだな、和道ってやつはな。こんな、そうだよ。ねえ。ねすごいんだよ。ねえ。こんなに好きにさせちゃってた。それで、先に逃げてアル中になっちゃった。うん。そういうこと。何も残ってない、私。何も残ってない。仕事もなくなっちゃったんだもんね。やさぐれて。うん。何もないよ。で、ホストにお金払って。貯金もなくなってるし。いくらぐらいなくなったの？貯金。いや、130万かな。130万だったと思う、計算したら。え、この3ヶ月で130万使い込んだの、お前。うん、だって大阪とかも行ったな。大阪行ったら、その和道さん超える人おると思ってたが、やっぱ大阪、南とかすごいでしょ？だから、まあ、おるわと思って行って、使えたけど、まあ、やっぱアホバーなよ。アホバーって言っちゃダメだけど、もちろんそれはすごい人いるけど、そう、国の北朝鮮の場所がわからんとか、宗教がどこがあるとかわからんとか、歴史のこと全然知らん。もったいね。俺に130万くれればよかったのに。もったいね。ねえ。
でも、そう思った。一瞬それ思ったけど、まあ、そういうこと考えちゃいけんと思って、とりあえず。そうだね。130万あったら花火何発あげれるんだろうと思って、あ、でも、あ、いかんいかんって、こういうこと思っちゃいけんと思って。いやー、なんか、ごめんね。なんか、人生壊しちゃったね。俺と出会ったことでね。別に壊れてないけど、だって別にね、やりな子からも上に上がるだけだしさ。うん。そうだね。もう底辺だ。それはいいんだけど、いやでもこう、どうしたもんかと思う、自分が。親にもすごい言われるもん。あんた何考えとんって言われて。和道誰だと、お母さんは。うん。で、あの、パーカーちょっと持ってきなさい、言われて、あの、家にね。パーカーを見せろと。そのパーカーが悪いと。和道パーカーが悪い。私、酔っ払ったらいつも和道さんのそのパーカー着て、写真撮って、それを親にいつも送りよったんよ。母親に。これ見て、言うて。買ったんよ、って。それを、よう、あの、二日に一回、すごい酔っ払った時、いつも着て、うん、こう、写真撮るよって、あんま、いい加減にしなさい、なんてブロックしますよ、言うて。そのパーカー持ってきなさい、って言われて。親に LINE ブロックするって言われたの。うん、もう鬱陶しいからね、そのパーカーの写真がね。やべえ。すごい言われた。ああ、そうだったんか。うん。いろいろあるんだよ、こっちも。どうしてくんだよ、これから。どうもできんじゃん。もう大丈夫だけど、まあもうじっと見てる。まあとりあえずちょっとお酒はやめる。お酒はやめよう。お酒はちょっとし終了する。よくない。そうだよ。いいことならん、いこも。でしょ？いいことならんもんだ。だって何人私、あの、知り合いがいなくなったと思う。なんかさ、朝気づいたらさ、なんか家燃やすぞとかさ。え、何？死ねとかさ、もう、あの、今から飛び降りて自殺しろとか、いろいろ LINE で送っとんだよ。友達に。友達に死ねとか家燃やすとか。言ってんの、うん、そんなもんでも記憶ないから私は。でも LINE 見たら私が送っとる確かだから。すいませんって謝っても。もうこれで何度目なん言われて。おお。それ友達いなくなっちゃったんだ。友達もいなくなって。まあ友達はいないね。私は。おお。友達はいない。まあ親友はいるけど。おお。まあでも結婚して子供いるから私一人なんだよ。ああ、なんか、どうしたらいいんだろう。なんかすげえ切ねえわ。なんか一人のね、うん、若い女の子の人生を俺の放送で狂わせてしまったんだね、うん、まあこっちが勝手好きになったからそれはいいんだけど、でもなんかそんだけ今影響力あるよってこと、影響力あるから気をつけてってこと、うん、どうすればいいんだろうね。え、なに、それはファンじゃダメなの？リスナーとして一番ファンで、だからファン、リスナーとして好きとか、私、放送でもカッコつけて言ってたけど。うん。いや、そんな、てか、ワード、なんかすごい言ってくるやつが何人かおるんだよ。ワードと付き合えとか、うん、ワードさん、ワードに会いに行けとか、うん、言われるんだけど、うん、いや、って私別に男として好きとかじゃないから、あの、リスナーとして、そのワードっていうその配信者が好きなだけだからとか、カッコつけて言ってたけど。うん。まあ内心さ、男として好きなんだけど。うん。だからどうすることもできんじゃん。でもお酒やめる、とりあえず。もうよくない。よくないよ、こんなの。こんなの、人生このままいったらダメだよ。よくないよ、ほんと。なんか、なんか、すごいあざが、酔っ払ってどこでつけたかしたけど、体中にあざがあるしさ、傷、なんか、あの、生え際、おでこの生え際にも傷ができとるし。お太ももにもなんかあざができとるから、お記憶ないから、とりあえずお酒やめんといけん。うん、やめな、お酒は。うん、やめる。うん、そんなんだって持たないよ、このままじゃ、うん、人生破綻するよ。あ、でも2日やめてたからお酒。でも今日こうなってるわけじゃん。今日こうなって気づいたから今止められるけど、俺はこれ気づかなかったらずーっと毎日俺でオナニーしてパーカー着てお母さんに LINE 送って友達に家燃やすぞってまた借金してアコムかなんかでホストに行くっていう生活でしょ、無職で。あ、それはダメだね。もう完全に。だからでもまあホストにはもう行ってないよ。
アホバージャーと思って、うん、そう言っちゃいけないけど、うん、なんか、バッドさんとかその辺のものは全然違うなぁと思って。もうレベルが違うと。もう、ワドクラスの男はホストクラブにいないと。いや、だずっとウェイって言ってるだけじゃん、あいつら。そうだよ。ねウェイ言うと終了でしょ。うん。うんでも別に普通にリスナーとして今後楽しんでいけばいいじゃん。好きなら好きでいいじゃん。それができたらいいけどな。うん。うん。いや、あやかの顔見たいって言われてるけど、インスタグラムってダウンロードできないからツイッターある？お前ツイッター俺のことフォローしてる？してません。もう全部消しましたもん。だよね。フォロワーから消えたもん。うん。うん。まあいいや、顔は。ああ、そんなことがあったのか。いろいろあったね。うん。そっか。なんかごめんね、なんか。いいよ。私が勝手好きになっただけだから。うん。仕事探してんの、今。無職になってどれくらいなの？今、1ヶ月ぐらいかな、でも。うん。次、どんな仕事やんの？わかんない。うん。もとりあえず、まあ、貯金もあるから、ちょっと一回、ちょっとぼーっとしとく。貯金130万なくなったって言ったよな。まだあんの？いや、あるよ。いくらぐらいあんの？わかんない。親に持たせてる。私、勝手に、あんたは勝手に使うからと、私が持っとくって言って。うん。ぶっちゃけいくらぐらいあんの？でもわかんない、全然。わかんない。うん。そうか。まあでも、ね、あれだよ。彩香は可愛いから、すぐいい人見つかるよ。てか、そう言われるけど、おらんんだってだから。もうだからダメなんだって、とりあえず、ワドさんのこと忘れ、タラタッタっていう音楽あるじゃん、BGM。ワドさんがよく書きよった。うん。それをさ、もう他の配信者とかでたまに流れるんだよ。そして、うわってワードさんじゃんと思って、すぐ帰ってとかさ、なんか、私生活にすごいこう影響があるわけ。ギター見ても、ワードさん思い出すし。赤い色見たらワード思い出すし。赤黒ね。赤黒見ても、ワド、うん、ホストクラブ行ってはワド、うん、全部ワドなんだけどもう、ワドって名前聞き飽きたってなんか怒られたことか、まあとそいつの話かよって、なるほどね、それやそれそれその音楽、それが YouTube とか見よってもたまにかかるんだよ。で、なんでワードの歌がかかるの言ったら、ワードって誰って言われるし、あ、そうか、知らんのかと思って、その BGM ちょっとやめてくれんよって、そしたら、何様な、お前、初見のくせにとかさ、ボロカス言われてさ。え、で、ゆいがさんのとこにコメント最初に何て打っちゃうんだっけ？ワードさん、こんばんは。で、なんて言われるんだっけ、ゆいがさんに。うん、わざとかって。最初は1回目は俺バドじゃないよって優雅だよって優しくしてくれたけど、2回目本当に間違えてまたバドさんこんにちはこんばんはかこんにちは言ったら、お前あやか Y あやかこいつ2回目じゃ言うて、お前わざとしゅんやろがってめっちゃ怒られて、そしたらその優雅さんのその星さんキャスだから、星さんのリスナーにもこいつわざとやとか気引こうとしようのわざとこいつしおるとか、すいませんでした言われてももうそっから無視だし、うん、いろいろあるんだ、いろいろあるな、うん、もうダメだ、よくない、よくないな、だから今あれなんだパーカーもここにあるけど一番右端に置いてんだよ、クローゼットの一番右端に、ワードのゼミナール、異常なワードのゼミナール、うん、http://word.tv、うん、置いとるけど、捨てれないから。まおちゃん。おいで。
よくない、よくないな、なんだよ、ほんと気をつけてよ、気をつけないとな、うん、でも気をつけてる、こういうのが多分ワンサかいると思うよ、言わんだけでさ、私みたいな、私ほどじゃないかもしれんけど、私みたいな多分リスナーがワンサかおると思うよ、言わんだけでね、正直ワンサかいるわ、うん、おると思うよ、それ、いるんだよ、そうなんだよ、うん、でも俺どうしようもないじゃん、そんなこと言ったって、俺別に、そうだからどうしようもないから先に逃げてんだよ、こっちはお酒いいし、こんなに逃げてるもう叶わぬ恋だと、そう、どう考えても無理だから、うもうお酒に逃げるわけ、うん、でもよくないよそういうの、そうよくない、うん、知ってる、あやかよくないなと思いながら飲む、あやかが幸せにならないと悲しいよ俺、だからそういうこと言うからよ、うん、いやあやかに幸せになってもらいたいよ俺は、うん、うん、いい人を見つけて、全部ね、ダメなの、全部画像も全部画像も全部消したの私、いちいちキャプチャしてさ全部保存してワードフォルダ作っとったけど、それも全部消してやろう思って全部消したけどさ、うん、ちょっと、うん、結局、うんうん、好きだもんな、うん、え、何、嫌いになろうと努力してから何ヶ月ぐらい経ってんの今現時点で、だから放送 見なくなったのが3ヶ月ぐらいかな、そうだね、3ヶ月前ぐらいだね、うん、で、あ、もうすぐ和道さんの誕生日じゃ思ったけど、その時もぜひわざと家で最初イチコ飲んで行って、そこからホストクラブ行って、うん、で、うん、でもずっと考えて、うん、で、なんかあのハッピーバースデートゥーユー曲あるじゃん、うん、あれがちょうど店でかかったのよ、お客さんの誕生日かなんか知らんけど、うん、で、あの今日もワドさんと同じ誕生日か思って、うん、でブツブツ一人で考えて泣いて、そしたらなんで泣きやめて、いやあのな言うたら、またあのでワドって歯医者知らないから、まだ、うん、またわなんか、うん、わなんとかってこのことを言って、うん、ホストすごい怒られて、うん、そんな好きじゃったらもう会いに行けや言われたけど、うん、いや会ったら殺されるんよ言うて、それどんなやつなそいつ言うて会ったらね、のんちゃんにね脊髄つまようぜ、うん、殺されるから、うんうん、何でも、はい、あれだよ、あのもう俺、うん、会ったら大したことないから、うん、違うんだって、うん、もう、うん、大したことなかったらいいけどね、逆に、うん、いや、それでまた余計好きになると、多分私多分ずっとついていくよ、うん、あーもうダメだな、ほんとこう毎回読んだよ、毎日、あダメだなって言ったの、もう忘れんとな、うん、うん、なあ、うん、いやだから囲いになればいいじゃん、うん、もう開き直ってもうファンになる、囲いになってもセックスできんじゃんいやセックスできんとかそういうこと言っちゃいけんけど、うん、何もあれできんじゃん、うん、ダメじゃん、囲いって何じゃん、囲いって、いやだからまあほら、あのコメントで応援するとか、アイテムで応援したり、こう放送盛り上げたりとか、はあ、まあな、うんうん、それじゃダメなんだよもう、うん、とりあえず一回、そう言っていいよ、言っていいよ、全部よ、全部よ、今日全部吐き出そう、とりあえず一回、何、とりあえず一回セックスしたいもうそれだけ、なんかセックスしたらそれでし満足 でもできんのかな、また余計好きになったら困るよね、ちょっと待ってて、あやか。ちょっと待ってて。うん、ちょっとトイレ行きたい。あ、行っておいで、トイレ行っておいで。のんちゃん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 、こっち見て。ちょっと待ってて。
なに、また酒作ってるだろう、これで終了って。酒作ってるだろう、こいつ。お前また酒逃げてるだろう。おい。おい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 。お前今酒作ったろ。作ってない。あ、いや、もうこれで最後。最後だぞ。本当に、本当に。本当に最後だぞ。もうあの、あれしか入れてない。4センチぐらいしか入れてない。コップに4センチ?3センチ。うん。うん。え、ノンタイムいるの？まあ、いるけど。あ、じゃあ、うん、切ろうか。いや、いいよ、いいよ、いいよ、切らないよ。うん、もう今日全部吐き出そう。全部吐き出そう。もうここまで来たら。もう吐き出したら、だから、とりあえず、好きなんだよ。うん、好きだった。でも、うん、まあ、いや、私、別にワドっていう人なんか、そんなセックスしたいとか思わんから、男としてなんか見てないから。ただ、配信者として、その宗教の話とか、戦争の話とか、すごいできるから、うん、それで好きなだけだから、って、カッコつけてずっと言ってたけど。うん、全部嘘だったんだ。うん。うんうん、大丈夫？にゃんこすごい荒ぶってるけど。発情。ああ、メスか、そっか。はあ、もう嫌になるわ。どうしたらいいんだろう、ね、分からん、お母さん。だから金杯の、金杯の時みたいにさ、家行けよって言われて、だけどなんかそれ勇気ないし、で私こう、なんか酔っ払った時に、あ、ワードさんと話したいな、あ、でもダメだってこう何回もふわっち切っちゃう、またつけて切っちゃう、またつけてってしようって、なんか、酔った勢いで何なんかワードさんにはできなかった。うんとさ、ダメだよな。とりあえず、あの、もっとさ、その、男を見つけろとか言われるけど、男なんかいっぱいいるよ、そりゃ。もっとさ、条件いいさ、役所勤めとってさ、いい男いっぱいおるけどさ、ダメだな。だから、もういいわ、って諦めて気違いになってさ、市役所で踊ったりさ、木登りしたりさ、夜したんだけど。え、何？お前市役所で踊ったりとか木登り配信しないで普通にプライベートでやったの？いや、配信しながらね、市役所で踊ってたらなんか怒られてめっちゃ。で、木登りしてても怒られるし。で、木登りって別にいいじゃん。少年がすることでしょ？子供が。え、それ配信サイトどこでやってたの？あ？どこの配信サイトでやってたの？ニコ生しかしないからです、普段。ほー。え、コミュレベどれくらいなの？知らん。全然そういうの知らんのよ。何ぼっけ今。わからん。300、わからんけど、300何？わからん。ただ、本当にそのストレス溜まった時とか、酔っ払った時にしか配信せんから、普段はせんから。その300人のリスナーは俺のこと好きなの知ってるの？いや、一応だからカッコつけて、だってワードとか興味ないしって言ってるから。あ、配信者としての彩香の時はもうカッコつけまくってんだ。うん、もうワドさん、あ、言わないよ。だからすごいワドさんと、ワドと結構、付き合いやとか、ワドにこう、リアトツしろとか、すごい、なんでか知らんけど、すっごいコメントくるんだよ、ワドさんのことに対して。お前が言ってるからだろ。いや、言ってないんだよ。なんか、だけどそれなんでワドさんの話が出るのって言ったら、なんか掲示板、キツネじゃん、タヌキ、たぬき刑事、なんかそれ見てきたって言って、で、いろいろ書かれとるよ、言って、ほんで、いちいちそうやってぐずぐず言ってくるやつがおって、で、でも、いや、私全然興味ないからって、その男としてまず見てないし、
毎日オナニーしてるくせにね。毎日和道でオナニーしてるくせに、かっこつけてたんだ。うん、ずっと、興味ないからって、ただ配信者として、リスナーとして私が好きなだけだからって言ってたけど。どうしたらいいんだろうね。どうもできない。どうもできないよね。で、今日ふわっちで配信やってたけど、お前ふわっちやれよ、今度から。ニコ生だ。やらない。やらない。だってニコ生、だってふわっち、そう、あれじゃん、ニコ生の方がやっぱコメント多いしさ。いや、ふわっち、なんかこう。ふわっちで多分フォロワー増えると思うよ、今回の件で。いや、ふわっちな。いや、でもあんましたくない。親が、あのさ、母親がさ、またふわっちで配信しよんだよ、アホみたいに。お前の母ちゃん、ふわっちの配信者なの？そうよ。最近なんか将来みたいだけど、なんかこの間何ポイント貯まったけ、天城府でなんか買ったわ言うてなんか電話かかってきたよ。腹痛い。お前の母ちゃんなんて検索したら出てくんの？なんだっけ、分からん名前。ゆうだったっけ。前放送で言ったはずやけどね。あ、そうなんだ。ゆうだった。じゃあお母さんふわっちのアカウント持ってるってことは俺の放送見てるかもしんないでしょ、今リアルタイムで。見てるよ。じゃけこの人かって言う、言うるもん。今見てるかもしんないの。実家帰ったらこの人、これワードさんよ言うて、よう放送一緒に見たりしよったよ。お母さん今潜ってる可能性あるんだ。あ、ないと思う、それは。あ、大丈夫？ふわち、ふわち見よらんから、普段は。キャスばっかりだけ。ほう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 。ふわちはなんか怖い、コメントが。怖いってか、なんかこう、さ、ニコ生だったらさ、なんか、なんかブスとかさ、そういうのいろいろ打ってくるけど、ふわちってそういうのあんまないじゃん。ほうほうほう。だから逆に怖い、なんか。そっか。まあ、頑張れ。そうなんだよ。頑張って酒やめよう、とりあえず。約束できる。うん、お酒やめる。約束できる。とりあえず。うん。やめれる？とりあえずやめる。やめる。うん、もうちょっと本当やめる。本当やめる。良くないもん。いいことないから。うん。やめよう、酒は。うん。普段飲まないんでしょ、だって。普段飲んで、3年間飲んでなかったもん。でしょ？3年間飲んでなかったのに、失恋したから酒に逃げてるだけじゃん。それは弱い人間がやる。違う、失恋してじゃない。失恋しても、失恋っていうか、その、だから、ちゃんと、その、婚約じゃない、破局じゃない。婚約破棄して、その時は全然飲まなかったよ。うん、その時に和道さんの放送見つけて好きになってから飲み出したから。いや、だから失恋。それまで全然飲んでない。だから失恋、だから、でもそれはお酒に逃げてるだけだから、うんうん、そうなんやね、うん、逃げとんだよ、うん、ちゃんと働いていい彼氏見つけて、うん、で普通に放送も楽しんで、うん、でそれの普段通りでいいじゃん。でそれができたらお酒なんか今飲んでねえよ。でだからでしょうか。でなんか嫌いになれとは言わないけどね、うん、俺のことを、うん、別に普通にリスナーとして見ればいいじゃん、うん、もうどうせ見ちゃうんだから。うん、違う。そうだけどリスナーとして見ればいいじゃんって。はい、わかりました、じゃあリスナーとして見ますって。リスナーとして見れるわけないじゃん。うん、なんか結局さ、今日もさ、私ずっとワードさんの顔も見とったけど、とりあえず布団をずっと見よってさ、布団動いたら絶対飲んだおる思ってたから、そしたら案の定布団が動いたから、あ、飲んだおるんだと思って、うん、そういうこと考えちゃうから。うん、じゃあどうすれば、それ次からワードさんの顔だけにしよう、ドアップで、背景なしで、うん、もう目と鼻と口だけ、うん、どうしても背景見て、あ、今動いた、あ、飲んだおるんだってなるから、冷めちゃうんだ。ん？冷めちゃうんだ、そこで。もう配信で。冷めないけど、結局、その、あ、動いたと思ったらお酒飲んじゃうんだよ。あー。悪かったわ。いや、悪くないけどね。勝手にこっちが好きになっただけだから。うん、いや、なんかごめんね、ほんとに。いい、悪くないから。なんか謝らないでください。うん。まあ、放送見ます、これからも。うん。ありがとう。うん。うん。お酒はやめようね、約束ね。
はい。俺、お酒飲んでるツイートとか流れたら、またトツかけるよ、放送中に。あ、わかりました。うん。もう飲まない。うん。もう飲まない約束だよ。うん。うん。わかった。うん。それ最後の一杯、ね。まあ、今放送するの、これから。いや、放送中だわ、今。え？まだ放送じゃん、今。今放送やってるよ。え、今何時？9時。わかった。うん。じゃ放送見に行きます。うん。おいで。うん、うん、じゃあね、ありがとう、はい、ありがとうございました。はい、じゃあね、はいはい、はい、まさか好きな相手俺だと思わなかったわ。海老蔵だとばっかり思ってた俺。うん、びっくりだね。びっくりだね。事件だったね。事件。いろいろあるわな。丸目が似合う。ありがとうございます。ありがとう。ああ、罪な男だな。罪深いな。本当に。あやか普通に、うん、まあまあ、普通に可愛い女の子だよ。普通に可愛い女の子。俺、エビゾーのことが好きだと思ってたんだよ。だから、なんか、エビゾーにどんなひどいことされたんだろうと思って、トツかけたの。まさかのエビさん何にも関係なかったっていう。まあ、いや、でも、ありがたいことですよ。だって、会ったことも電話したのも今が初めてなんだよ。電話したの今初めてなんだよ、俺。会ったこともないし。うん。ねえ。会ったこともない女の子の人生を狂わせてしまったんだよ、俺は。いや、これ動画の再生数やばいだろうね、これ。一言目があんたアンチでしょって言われたからね。え、何の話っつって。いや、和道さんの声真似の人だっつって。あんたアンチだ。LINE 送ってくるなって言われて。何のことっつって。お前が LINE 登録したから聞いてるだけなんだけど、つって。いやー、申し訳ないね、なんかね。なんか、ひどい。ひどい話だよ。え、でも俺悪くなくないか、これ。俺悪いの？俺どうしようもなくない？だって俺何もしてないぜ。彩香とパコったわけでもないし、会ったこともないわけだし。まあ、いや、いい子なの知ってるよ。ずっとリスナーだもん。知ってるよ。悪くはねえよな、別に。え、じゃあどうやって解決すればいいの？いや、俺は単純に、あやかの、もう、ツイッターとか見てて、もうかわいそうだから、ちょっとこれ、岡山行かない方がいいよな。岡山は避けよう。特別ルール、岡山だけは行かないことにしよう。岡山ってどこだ？岡山避けようよ。だってこれ、岡山なんて行っちゃったらさ、人生狂っちゃうぜ。だって、岡山、四国か。四国の上か。岡山県。岡山は避けて通ろう、ちょっと。彩香に彼氏ができるまでちょっと避けよう。時間が解決してくれるかな。広島の隣だ。何もしないので岡山来てください。いやーでもね、いやーだってさ、嫌じゃん。なんかリスナーさんが嫌な気持ちしたら嫌じゃん。いやーいいよ。
彩香はリアトツさせねえよ。だって言って本当にがっかりするんならいいよ。だって俺間違いなく俺のこと好きな女の子 100% 言うのが実物の方がかっこいいって言うの。みんな目をキラキラ。俺だってノンタン初めて会った時のこと今でも覚えてるけど、ノンタン映画館で会った時のこと覚えてる？ノンちゃん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 起きてる？のんちゃん？のんちゃん？聞いてる？これやばいパターンだな。これやばいパターン。やばいぞ、これ。まあ、まあ、この話は終わりです。この話は、この話はやめよう、うん、あー YouTube からいらっしゃい、ありがとう。和道です。ふわっちもフォローしてください、よろしくお願いします。やばいな、まあ、一回放送切ります。お疲れ様です。次枠行きます。一回放送切ります。お疲れ様です。おつです。ね、のんちゃん。のんちゃん。なんで話してくんないの？なんか怒ってんの？お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。